今は5時半です。今日から今日一日アーボリストを目指す男の一日の簡単なルーティーン自撮りバージョンをやっていきたいと思います。このアングルは昔カトパンがアナウンサーの一日密着で自撮りしてた時のアングルを真似てます。すっぴんなので許してください。それでは行きましょう。はい、今から、お弁当の白米をセッティングしてたので、タッパーに詰めます。はい、詰めました。これと今日のお弁当はこの稲葉のチキンとインドカレー、黒カレーです。これは1個150円ぐらいなんですけど、美味しいカレーです。なので、24個ぐらいで買ってます。うん、って感じで今日のお弁当はこれです。一応2個持ってきます。今から歯を磨きます。今から着替えに行きます。はい、せーの。はい、ということで着替えてきました。今、これが主に冬の今の仕事着になります。全身を写すと映るんだね。はい、映りませんで、聞くか分かりませんが、今放牧松の剪定をしててかなりハードに、体力使います。なのでその、運動を生かしてですね、このクリエイトで見つけたちょっと贅沢ではないけど、これね、僕が買った後すぐなくなってました。黒生姜効果ということで、お腹の脂肪を、皮下脂肪、内臓脂肪を減らしたい方にということで、まあ、あの寒いんでこれを食べつつ、生姜ってことでなんかまああったかく燃やすんだろうなっていう意味で、これねいつもね最近食べてます。多分ね効果ありますよ。これ心なしか痩せてる気はする。で、昨日マックスバリューで買ったチョコレート、チョコレートとかはね、持ってて、損はないです。疲れを取れる気がするし、まあ単純にこうね、カロリー摂取にもなるので、かなり昨日も6本やったんですけど、腕が結構ね、パンパンというか疲れは溜まってるかなと思うんで、そういうのを取るためにはこういうのを使います。OK。朝僕は会社までバイクで行かせてもらってるんですけど、寒いんでカッパを履いてますね。足が冷えるとね、アップに時間がかかって、やっぱそのアスリート志向だからか、しっかりね作業、木登る前とかは準備したいんで、体のね準備したいんで、体冷やさないようにしてます。でも最近はもう暖かくなってきましたね。こんな感じですね。だいたいいつも同じ時間に出てはいるんですけど、1月の最初に比べてやっぱもう太陽の昇りが早いですね。明るくなってます。最初は真っ暗でした。はい、今からこの愛車の原付、ブラッピット号で、会社に向かいます。10分15分ぐらいかな、飛ばして。なので、着いてからまたカメラ回します。寒いです。
原付のチェーンが外れたので直します。トラブル発生。OK。 最近よく外れます。無事到着です。今から現場に向かいます。準備して。ただいま7時35分。起きてから約2時間、現場にお仕事をさせていただけるところですね。到着しました。まだ全員のメンバーが揃ってませんので、ちょっとね、カロリー摂取しとかないと結構疲れちゃうんで、集中力切れるから食べときます。ロープをかけることはできたので、あとは、道具のメンテナンスを準備をしております。今から登ります。行こうか。今回はですね、まず一番最初にですね、でっかい、松を、やりました。前回は T 字松が、私ありまして、ちょうど僕の腰から生えているように見えているのがその T 字松だったんですけど、それをやった時はかなり高くて、下枝もなくてですね、アスファルトが、見えてまして、かなり、まあ、地面ですね、見えててかなり怖かった、イメージがあったんですけども、やっぱり、でかいのをね2本ぐらいこなしてきたことによってですね、かなり、恐怖心というか、はなくなりましたね。これが仕上がりです。はい、こちらはですね、少し、早く、みんなよりも終わったので、チェーンソーのメンテナンスをしているところになります。今日5人いて1人1本というところだったので、その後移動する形になったので、1人1本やった後はまあ次の準備に備えてこのメンテナンスをしている感じですね。綺麗綺麗になりました。この松の木をやります。スローラインをかけよう。自分がまず見えなくてこの辺ですね、この辺、この辺にあるんですね。この辺に投げるわけですね。無事に通しました。終わり。
ましょう。よし。普通に登るわけではなく、重りを背負って登ることになる。今から鉱木の剪定をするのにもかかわらず、上に登るだけでトレーニングになってしまうのがツリークライミングの恐ろしいところである。こういう世界に入るまでこういう仕事をしている人を私は知らなかった。私はこういう特殊な作業、体力を使う、体を動かせる仕事にすごく魅力を感じ、世界一を目指し日々励むのである。彼はその千歩先を行く藤沢の暴れん坊クライマー相沢さんであった。そして枝の茂みの中に彼は消えていくのであった。それにつけてもおやつはかある。いいね、頑張って。すっきりんこ、きれいに剪定できましたね。小平奈緒さんのことしか考えてなかったな。はい、ということでですね、朝から、動画を撮って、節々で動画を撮らせていただきましたけれども、無事、皆さんね、怪我なく、会社の方に戻ることができました。はい、で、今やってるのは大体ですね、まあ、見積もり、の、まあ、参考見積もり考えたりですとか、あと、日報を打ったりですとか、あとは、まあ、まあ、会社で、どういう仕事をしていこうかとか、この仕事をするかしないかとか、そういった、作戦会議のようなことを、する時間になってたりとかですね。あとは、まあ、道具の調べ物だったりとか、まあ、パソコンでできるもの全般ですね。まあ、もちろん、動画を見て勉強することもあれば、自分が、気づいたこととかを、ワード、エクセルでまとめて、やったりとか、そういったことを、いろいろしたりしますかね。ということで、いかがだったでしょうか。ちょっと仕事が忙しくて、ずっとこのぐらいつきっきりでは回せなかったんですけど、大体まあ、今日の、お仕事は、松の、鉱木剪定だったんですけど、その現場にお仕事させていただくときにはですね、大体朝の、まあ、5時半に起きて、で6時半に会社に集合して、みんなに向かって、仕事して、でまあ、今日ちょっとね時間かかったんですけど、まあ、会社に帰ってきて、で事務仕事、って残ってるやつやったりとか、あとは社長とお話ししたりとかして、まあ、何か載せられないものもあったので動画は、日報とかいろいろ事務所作業してるので、終わってるんですけども、で今帰ってきたっていう感じですね。今の時間がだいたいこれですね、8時21分かな、うん、8時21分に、なります。だいたいいつもね、これより、まあ、現場がまず1時間ぐらい、遅く出たので、7時21分ぐらいで、まあ今日スーパー寄る時の動画も撮ろうかなと思ったんですけど、スーパー今日寄らなくて、食材がもう家にありますので、今日寄りませんでした。なので、スーパーとか寄ってだいたい8時前とか7時半とか7時40分ぐらい、調子いい時は7時前後に、お家にいるかなって感じです。はい、っていう感じで、かなり、お見苦しいカトパンのモノマネの自撮りから始まりまして、大体ざっくりですけど、僕もちょっと忙しくて、木に登ると集中しちゃったりするんで、カメラ回すこととかなかなか忘れちゃったりとかね、しちゃったんですけど、大体これが、私、なんつうんだろうな、まあ、ツリークライマー、造園業、している、
まあ、32歳男性の、1日のざっくりルーティンでございます。はい、もしねなんか面白かったなとかありましたら、いいねボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。これからもね、今日かなり勉強になりましたんで、トレーニングもバッチリできたかなというふうに思います。かなり肩甲骨と肩と腹筋背筋鍛えられたかなというふうに思いますんで、これからね、まあ僕の中でね、ツリークライマー、クレイジークライマーを目指して、これからもどんどん頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それでは、次に会う日まで、またね、明日もお仕事ありますんで、ご飯食べてゆっくりしたいと思います。それではまたお会いしましょう。それでは、バイバイ。